今日はね、休みではなかったよ。前髪パッツンにやってる。ありがとう、嬉しい。そう。ゴーグルでさ、ドラマで抑えるから、ちょっとパッツン気味にしないとさ、目にかかっちゃうから。パッツンにしてます、結構。じゃかわ、ありがとう、嬉しいです。そんな、そんな。雰囲気いつもと違う？そうかな？違う？ダオさんありがとう。イエス、インタビューで。そう、これが伸びたんさ、多分。そう。本当は切りたいんだけどさ。どうしても切りたいんだけど、ちょっとドラマが終わるまで一応切らないでおく。ドラマが終わったら、すぐ切る、絶対に。伸ばしたくないからね。生きがい、ありがとう。オリスパがわからなかった。オリーブ。スパだよ、スパ。小田さんの YouTube 見た？もちろん。むしろそうね、小田さんを見てないと元気が出ないから。見てます。鹿方、ありがとう。嬉しい。そう。代理さん。羽ばたいてましたね。可愛すぎた。まさときちゃん空になってる。嬉しい。ありがとう。それは嬉しい。ね、ピンク可愛すぎる。何やっても似合う。本当に。最高。マジで可愛い。おもろかったよね。そう。代理さんで充電してるの。もしかして目の方のメイク変えたの。あ、でもいつものメイクとは違うよ。今日は。なんか、最近ドラマばっかしてて、ドラマも私は自メイクでさせてもらってるんですけど、ナチュラルメイクしてて、そうそう。コンサートというか、なんだっけ、ライブとか、いつものメイクとは違う。なんか、ちょっとメイクしてみようと思ってしたメイクだから、いつも使ってないメイクを使ったよ。コスメを使った。アンジュちゃん。やっほー。そ、こんばんは。ピンクにしたのいつ教えてもらったの？でも結構早いかも。なんか、LINE してて、そうそうそう。LINE してて、そう、なんか、髪色変えたよって、教えてもらって。結構早かったのかな？わからんけど。でも、教えてもらった、小田さんから。ね、髪色、可愛かったよねー。よっか可愛い、嬉しい。でも切りたい。とにかく心の底から切りたい。俺の夢、ありがとう。嘘つけ。嘘つけ。
俺の夢、嬉しい、ありがとう。遊びに来てありがとう。まなちゃん。山崎はまだ全然、一旦この色、この色というか、この色というか、染めたことないんで、あれなんですけど。むしり女。うるぴー、ありがとう。うるぴーよ。あ、オラチさん、キツネさん、ありがとう。これ美味しい。まあね、いつかは買えるかもしれないけど。ミルクティーグレージュみたいな。かわいいよね、そういう系。グレー系。似合いそう？嬉しい。これうまい。んと？あ、肉ラーメンちゃんじゃないですか。うん、アンジュちゃん、ありがとう。トヒョウさんもありがとう。かわいい？マッチョ。マッチョ。ね、グレージュいい色だよね。これさ、プチプチするやつでしょ？ね、うまい。止まらなくなるんだよね。ドラマで。この前、マネージャーさんが買ってきてくれて、うまってなった。だから買った。髪はあっさり切ったらどうなんだろう。どうなんだろう。切りたいね。切るならバッサリ切りたい派。ショートにね。そう。すごく元気だね。大丈夫かな。すごい元気だね。これ？うん、近づいてきたんだけど。でもいいよ。行ってほしい、早く。なぜなら、命を助けてるから。1秒でも早くね。てか、壁車ね、壁車めっちゃ良くなかった？ねえ。パトカーも、救急車も、消防車も、すべてが大切。ね、山崎、プリクラを目指して撮ったんですけど、いかがでしょうでしたか？いかが、日本語 いかがでしたでしょうか？ 良いのではないでしょうかね。とても良いと思います。とても評判いい。ねえ。とってもいいんですよ。あれがですね。とっても。マジで、メイクさんとか、そう、衣装さんとかね。撮ってる時もめっちゃいいって言われた。しかも、もう、写真になるわけじゃん。あれを先にね、マネージャーさんとかが見てね。マジでよかった。マジで可愛い。マジ最強ってめっちゃ言ってくれて。うれっぴってなった。
頑張った甲斐があった、マジで。そう。マジで頑張った。マジで見てきて。マジで。結構ガチで。漏れてるよ。自分で言う。盛ったからね。森に行った。もうとにかく可愛く映ろうと頑張った。本当嬉しい、まいちゃんありがとう、ラブ。うちうち嬉しい。そう、そう、髪型は自分で。ねっぴんありがとね。マジで見てって、マジで見てきて、ほんと。ほんとに。ゴリゴリに盛れてたでしょ。ゴリゴリに盛ったもんね。盛らなくても可愛い。それは好き、嬉しい、ありがとう。更新していかないとね、壁写は。かわいいよ。じゃなきゃ意味がない。うん。ありがとう、ほんと？あ、ごめんなさいね。あ、出た出た出た。代理さんの事件ごめんなさいね。ほんと皆さんね。ほんと。土下座問題。失礼いたしました。キャー！ごめんなさい。そんなつもりはなくて。大丈夫ですよ。3ですから。今でも。ごめんなさい。本当に。ちょ、失礼、失礼。大変失礼問題すぎた。うん。裏で呼び捨てだからとかじゃないですって。裏でも3です。バレたなって。違いますからね、本当に。って。草生やさないで。めっちゃ、そうなの。本当にね。ちょうど、ずんだの話をしてたんだよ。ずんだを飲みましたって。そう、小田さんが、そう言ってたから、また、そう。ショールームでね、一緒やった時言ってたから、送ったんさ、飲んだことをね。した、そう、その会話とかをいろいろしてたのね。だから、で、そのメールのスクショみたいなのが送られてきて、私はね、全然パッと見だったから、そう、そのことを言ってんのかと思ったの、書いてることをね。そうそうそう。ちゃんしっかりマジでがっつり赤丸されてて、あ、 LINE ね、そう、えって来てた。から、あ、よく見たらそういうことかってなって、失礼しましたってしたら X でもいじられてた。赤丸、そう。しっかり赤丸ね。めっちゃね。ね、755も？ね、本当にやめて。そうなの？やめてよ。どういうこと？755の存在を知らなくて、私は全然。でもなんか、小田さんが好きみたいな。小田さんが好きだから、その存在は途中から知ってた。でもさ、よく考えたら小田さんが今も私のメールを取ってくださってるってことだから、嬉しいよねって話、結果。
そこにたどり着いた。結局ね、反射じゃない？普通にね、よく考えたらそういうことだよね。マジ結婚じゃん。ほんとそれ。ほんとにそれ。それな。そうなの。見舞いがします。かわいさに嬉しい。でもそう言ってもらえて。かわいい。ありがとう。嬉しいよ。嬉しいね。755流行っててね。そうなんだ。流行ってるんだね。初見です。ありがとう。そうなの？ビギナーなんだね。ピカチカはありがとう。それはもちろんおだいさん、そう、おだいりさんのメールもちろん取ってましたよ。だから私、マジ、めっちゃ自分が出てきたら湧いてた。はぁーってなってた。もちもち。さすがにね、さすがに。めっちゃ可愛い。ありがとう、はやちゃん。嬉しい。ドラマの撮影は結構大変だけど、今頑張ってる。やばいね。これさ、本当に持ってると止まらないんだよね。置いときなさいって話なんだけど。そう。なーに？空でか、おだいりさん。おだいりのメールと、そうなんだ。そうだよね。でも結構私が一時期さ、なんかさ、ウィバースとかでめっちゃね、おだいりさんの、私はメールを取ってるから、ちょっと静かにして、今大事な話してるから。そう。取ってるからね、みんなに。ウィバースとかで。嬉しい、私のことやってくださってるみたいな、めっちゃいろいろ言ってたさ。私のファンの人も結構その一時期めっちゃ野田さんのメールを取られてて、一緒に楽しんでたよねっていう。野田さんのファンクラブ入るかもやってる。入った方がいいよ、マジで。私は入ってる。本当に入った方がいい。マジで幸せを感じるから、みんな。甘い。マジで、本当に。本当に幸せを感じるよ。おすすめ。マジで。世界の皆様におすすめする。だってさ、なんだって？なんだって？配信してもコメントはしないわよ。できないです。ちょっとウィーバースで騒がせてもらってるんですけど。小田さんファンクラブでラジオしてるの。しかもめっちゃ声が素敵じゃないですか。癒される。何回も聞いてる。この前もドラマで大変だから、それを聞いてたら寝てた。気づいたら最高の眠り。どんな時に幸せを感じますか？小田えりなさんを見てるとき。9月の奨学記念ライブ行こうか悩んでます。絶対行った方がいいよ、それは。来た方がいいって。なぜなら？絶対楽しいでしょう。私は楽しみです。不安だけど。だってまだ練習始まってないんだよ。フワンマークス。言わずニコニコしながら見てる。ありがとう。
嬉しい、癒される。私はそんな、てか最近寝落ちる、マジで。本当に結構ガチで本当に困るんだよね、マジで。いや、ドラマ撮影してると疲れが来るのか、寝落ちしちゃう、マジで。だからマジ朝の4時とかに入ってる、風呂に。本当に。幸せでないより、それはそう。そう、瀬取りはやっと決まったのさ、やっとね。やっと、本当にやっと決まったのさ。だがしかし、私はまだやっていない。明日から。私はね。申し込みました。嬉しい。ありがとう。来てね、みんな。待ってるよ。待ってるよ。いくん、ありがとう。くまちゃん。みんな。ツアー楽しみだね。セリフ覚えながら寝落ち。これはね、マジであるあるね。もう特に、絶対4人はやってる。もう、本当に。今日もももちゃんと、私は今日はももちゃんと一緒にオリスパに行ったんですけど、ご飯を食べてからオリスパに行ったんですけどもね。ももちゃん、行きの、その取材してからオリスパというかご飯行くときまでのタクシーで。頑張って覚えようとしてたんですけど、ももちゃん寝てた途中。わかる、寝るよ、そりゃ寝る。まあ、だって毎日さ、もうほぼ家に帰れてないよ。もうね、寝るで。家遠いと大変だよね。いい、朝強い方、弱かったけど、もうなんか別の、おかしくなってるから、もう、強いも弱いもないみたいな感じなっちゃってんのよ。忙しすぎる、お疲れ様。ありがとう、しぐれちゃん。かわゆ。ありがとう。まあね、ごちゃもやってるとね、ごちゃもやって大変ですね。大変だよね。そう、いとももちゃん。スパって男でもオッケーだよ。な、あやちゃん、ありがとう。はやちゃん。寝落ちる、いいよ。寝落ちとき。ショールーム聞きながら。あ、違う、二人で行ったん、ではない。からおごるとかはなかったけど、私たちはいただきました。19期で仲いい子いる。19期で仲いい子、仲いい子というか一番喋るのはやっぱももちゃんがさ、やっぱり一番今喋るよね。だってドラマずっと一緒に、もうずっと毎日一緒にいるようなもんだから。もうこれから仲良くなりたい、みんなとなりたいなと思うけど、かわゆいちゃんとかえりちゃんのセットがベイビーすぎて好き。あそこと仲良くなりたい。うん。それは天気うまそう。全然だよ。そんなことないよ。うん、全然だよ。
そう、もうファミリーだから。マホピョンさんとも喋ります。だって、マホピョンさんとの方が逆に一番関わりがあるから、私はそのドラマの中ではね。本当に。セットで言うと、う、ミカちゃん、ユウちゃん、春乃ちゃん、マタタキちゃんだから、よく一緒にね。マホピョンさん、話しますよ。本当に面白い。やっほやっほー。よいしょ。やっぱり食べようかな。でもね、うん、美味しいよ。見てこれ、コンビニで買えるんだよ、これ。コンビニで買えるの。すごくない？しかも1000円、1000円あれば買える。4桁しないの。優しくない？ねえ、優しくない？サインペンじゃないです。リップです。かわちぃです。これセブンで買った。これは、どちらかというと、ピンク系。これはブルベ向き。で、もう一色も買った。さすがに安いから。こっちは、こっちが、02。こっちが、01。こっちが、どちらかというと、赤っぽい感じかな。そう。ローズ系ですね。こっちがピンク系で、こっちがローズ系。おすすめ。でもこの、これはどっちでもいける気がする。こっちはブルベ向きかも。そう、コンビニなのに、そう。めっちゃ良くない？みんなにおすすめしたい。メイク忘れた時とかさ、いざとな、なんか大変、必要な時とかにもめっちゃいいよね。そう？今は、そう、今日はこのリップの02番を使ってる。そうなんだ。かわちい色です。とっても。おすすめ。そうそうそう。クリオかな？クリオの妹、なんか妹みたいな、なんか。やつですね。そう、これの、探してみて、ぜひ。そうなの、24時間やってるからさ、いつ忘れても大丈夫よ。うん、本当に。いつ忘れても大丈夫。本当、いつでも買えるから。ね。そうなんですよ。本当にコンビニで買えるの。素敵でしょ？でも本当に、他にもアイシャドウとか、アイラインとか、ラメとか、涙袋ペンシルとか、アイブロウとか、本当にいろいろ
色があるんですけど、山崎はアイラインとアイブロウペンシルは変えてないんだけど、他は買った、その自分にが好きな色だけで、これアイシャドウ、今日はこれを使っコンビニで使っコンビニで買ったこの何コスメでしたメイクです。アイラインとかちょっと他の使ってるけど、そうドラッグストアとかね、閉まるの早いからね。可愛くない？しかもこんぐらいなの、手のひらサイズなの。そうでね、めっちゃ可愛いんさ。ちゃんと4色も入ってて、ピンクとこれはマットなので、ここはちょいラメが入ってる。これはしめ色の茶色、濃い茶色で、これがラメ。そうなの、そうなの、めっちゃ可愛くない？薄いな、でも分かんないかな、分かんないな、これ。そうラメめちゃめちゃ可愛い、キラキラなんです。そう、しかもこれで本当に1000円とかあれば買えちゃうから、めっちゃおすすめ。可愛くない？マジで。ねえ。コンパクトなのさ。そうなの、そうなの。あ、そうなの。まつげも絶好調なんですけど。で、これがね、涙袋ペンシル。涙袋をね、キュルンとさせると。ペンシルです。こう、くるくるできるタイプです。めっちゃ良き。そうなの。これをね、紹介したくてね、置いてたの、今日。これは涙袋。これ、待って、これはね、02番。ピンク系。ピンク系好きでね。これも02番。01番とか買おうかな。悩む。どっちも02番だった。これは、この色も買うとき、今検討中。でもリップは、私はこの色2つがいいと思って、この2つにした。あとは、河内？あとで見に行ってみ。02番はお色味。で、これは2つ買ったんだけど、こっちが01番で、こっちが06番。01番はね、こんな感じでキラキラでしょ？結構青系のラメが強いのかな。なんかね、すごく、これは大粒のラメですごく可愛いです。可愛いでしょ？可愛くない？これ、マジで塗るとバカ可愛いね、本当に。そうそうそう、ぜひみんなも買ってみて。可愛い。人に言ってるけど、ごめんね。そう、結構ラメるのさ、これがまた。キラキラでしょ？これは結構青系のラメが入ってる。で、06番はこういう感じ。オレンジっぽく見えるけど、ピンクっぽいでもある。だから、結構使いやすい、一番使いやすい色かな。そう。
さっきのつぶらめとかはなんかこライブとかそういうのでも使える系のこうキラキラでも全然日常でも使ってもいいと思うし、でも一番ナチュラル、そんなあれだ、そうピンクゴールド系、これはどちらかというと私は上より涙袋のその黒目のここに塗りたい。黒目の下に塗ると分かる？こう、ぷっくりするから、なんていうの？ヒアルロン酸入れましたよ、みたいな感じの涙袋に、なれるよっていうね。可愛くない？そう。この黒目の下に入れるとさ、ここがさ、光るからぷっくりして可愛い、めっちゃ可愛い。おすすめは06かな。01は結構なんだろう、キラキラさせたい時におすすめかも。あとは筆とかなんかそういうので取って大きめのラメとかをこうピンポイントで涙袋にのせるのも可愛い。っていう、そう、私の今日使ってるメイクの紹介ね。そう。可愛くない？口にテムの毛が入った。そう。キルキル。いいえ、今日のメイク大体使ってるのはこんな感じ。どうしてもこれを使ったメイクをしてみたくて、そう、なんかドラマ撮影とかしてて、そう、お家帰ってる時にちょうどこう買ったのだから買ったやつだからさ、これでまだメイクできてなくて今日初めてしたんだけど紹介してみた。ね、他にも本当に紹介したいコスメたくさんあって、本当に可愛いのばっかだからね。なんかドラマ撮影、人による、自分でやる子もいればやってもらう子もいたり、なんか半分半分の子もいたり、なんか分かんない、向こうの人が決めてるのか分かんないけど、面白い質問を聞く人がいるね。何だ？足も何の話してた？ちなみに何の話したっけ？記憶喪失。ゴーグルはちょっと、大体つけてるかも。ね、よかった。嬉しい、はやちゃん。そう、これね、マジで持ってると止まらないのさ。ありがとう、しぐれちゃん。生きがい、そんなことない。ありがとう。嬉しい。ゴーグルって重い。軽くはない、そこまで。マジでこれもおすすめ。ありがとう、台湾の子さん。そう。相棒ってぐらいゴーグルつけてる、ずっと。なんか斜めてて気持ち悪い。
よいしょ、よいしょ。何？そう、まつたきちゃんのトレードマークなんですよ。そう。嬉しい、演技好きなの？ありがとうございます。そんなありがとう。ね、昨日の配信嬉しかった、見た。ね。なんかマジで。そう、大事なゴーグルなので。握手会にゴーグルはやばすぎるだろ。お値段あるんだね。でもゴーグルとかもな、結構いくつか用意されててな、あれだから。よいしょ。何時までしようかな。今後もね、セリフがやばいから、セリフをやらなきゃ。何？しゃべるしゃべる、めっちゃしゃべるねんよ、またたきしは。なんか難しい言葉をしゃべるよねって話。セリフ覚えはね、苦手なんです。松育はしてないよ。松葉だよ。今めっちゃいいまつげなの。綺麗でしょ？え、なに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 ？その音？何？何の音？絶好調だよね。そうなんですよ。ショール、私今椅子引いてないです。まつげ推し？嬉しい、それは。かわいい。まつぱしたの？かわいい。すごい。ガッサガサボイスで言っちゃった。ごめん。嬉しい。かわいい。それは、かわいい。下からの音かな？何の音だろう？初見です。ありがとう。嬉しいです。豆なおちゃん。ワイもマツパするか。僕もマツパしたい。本当に？ガチで？
マジで？本当に？じゃあしてきてくださいね。マチパはでも6000とかぐらいだよ。でもなんか落とした？うるさかった？うるさかった？まつげ伸びなさすぎ。ね、まつげ伸びないよね。わかる。私もハゲるときハゲるもん。抜けたまつげ目に入ると痛いよね。わかる。全然男女関係ないと思う。おしゃれは。山崎的に。全然ありだと思うよ。違うの。大丈夫だった？耳。よかった。これさ、イヤホンしてたら死ぬよねと思って。これかも。違う？机にね、コップを置いてるんさ。初見です。ありがとう。てか早くネイルしたーい。まつげに抜けるとき、まつげなくなるぐらい抜けるとき まつげはね、生え変わるからさ、抜ける、うん、ハゲ期もあるんだよ、そりゃ。まつげ上げすぎてまつげ切れたけど、死ぬ マジ？ああ、飲んでないんだよね、私、まだ。はい、ありがとう。それか、もう怪奇現象解決。あ、白湯を飲んでます 白湯を飲んでます。ありがとうね。お、よかった。イヤホンでも耳が落ち耳にならないなら大丈夫です。かなり耳に響いた。ごめんね。それはごめんね。はじめまして。最近コーラ飲んでないんだよね。飲まない。なんか、そうそう、動いてないから飲んでない。メイクしてる男どう思う？全然いいと思う。山崎ね、全然メイクとかね、おしゃれとかね、男女関係ないからね。性別とか関係ないから。眠そうだけど大丈夫？眠そうに見える。ごめんね。まつげは、そう、生えてくるものよ。まずきね、これね、床についてる系だから、この椅子は。寝るね、ツアーでは寝る、してるはず。さすがに。白湯って味なくない？ないよ。いいじゃん、いいじゃん。でも最近なんて普通じゃない？メイクしてる男性とか。ね。メイク、かわいい、ありがとう。嬉しい。
ほんとただの際、マジでね。こんな感じ。ね、朝早く起きて、際はいいよね。さすがに、駅に白湯があったら白湯は買わないさ。さすがに、お茶を買うさ。タスありがとう。そう。空かわいありがとう。まさぽんさん、ありがとうね。嬉しい。コーラ味の白湯飲みたい。それは絶対に、やめといた方がいいかもしれない。いいじゃん、コーラ飲むの羨ましい。今日はね、私ね、コーラか悩んだけどジンジャーエールにした。そう、白湯は買わんな。あんま水も買わんし。山崎でジャスミン茶かほうじ茶派なんで。結構最近するよね、自販ね。わかる、マック行ったら必ずコーラ。わかるわ、それな。炭酸が大好きなんです。はじめまして。そう、炭酸が大好きなの。スタバね。スタバも好き。ああ、白ぶどうもめっちゃうまいよ、わかる。あ、ドラマ見てくれたのありがとう、嬉しい。マック行くと、だいたいコーラ飲む。炭酸は何でも飲むよ。炭酸水ね。山崎今炭酸水にしてるよ。でも、大体は。今日は、お休みで、ジンジャーエールを飲みました。まあ、取材だったけど。わかる、マックイコールコーラみたいなのあるよね。それわかる。あー、うん、バニラシェイクも美味しいよね。わかる。何でも美味しい。そう、炭酸水ね、苦手な人いるよね。私も別にそんな好きじゃなかったけど、今は飲んでるけど。前はウィガーシンのカナダドライの缶見つからないんだけど、なんかあれは、私も買ってなくて、なんかいつも、その話し会とか、そう。そういうところに置いてあるのさ。かわいいっしょ、マグカップ。コギミュンなんですよ。てか、この前、コギミュン、メゾンドプールかな、コギミュンのバッグを買ったさ。なんか、裏が、透明で、透明？なんか、おたかつバッグ。高くできるバッグみたいな。だからお代理さんを入れて毎日持ち歩けばいいんじゃないかなって今思ってる。そう、缶バッジとかさ、写真とかいろいろ持ち歩けばいいかなと思ってる。てかさ、お代理さんの当たったさ、あのチョコ、サインのチョコどうしようか迷ってんだよね。やっぱ中を綺麗に切って中を食べるべきだよね。だってさ、大変なことになりそうだから。結構悩んでる。うん。そうなんですよ。今は、
そのバレンタインのアクスターで、こうその本人とここにハートみたいな、なんかあるんですよ、こう刺さってんの。その間にこう隙間に綺麗に挟まるんですよ、それが。マジでこのために間があるのかってくらい綺麗に挟まるんですね。はい。なので、そこに綺麗に挟んで飾ってます。もうなんかもう絶対そのためにあるでしょみたいなぐらい、そう、ぴったりなんですね。ガチガチガチ、マジで本当に、これですってぐらい、これですって、今あそこにあるんですけど、あそこの棚に飾ってるんですけど、これですって紹介したぐらい本当ぴったりですし、可愛いですし、もう最高なんですけど、でももう見せられないんです。そう、見せられないんですよ。だってサインも入ってるし、もう素敵な言葉が入ってるから、もうこれは私のために書いてんじゃないかなって思ってるので、見せられないんですよ。そう、見せません。シンデレラフィットなんです、マジで。もうぜひ本当に、私のチョコとかさ、他のファンね、エマのチョコとか当たってる方、ぜひ刺してみてください。そのアクスタントをさ、なんかアクスタみたいな、こうちっちゃな間に、マジでそのためにあると思ってください。はい。そうだと思っています。そうなんですよ。本当に伝わらないかな？伝えたい、この受験です。ありがとう。受験なのにいきなりちょっとごめんね、語っちゃってるけど。素敵な言葉なんですよ。もうウィバースとかでは言ったんですけど、本当に素敵な言葉が。あれ、ウィバースで言ったよね、多分。私のために。だってさ、私の家に届くってやばくない？普通に考えて。ありがとうございます。すごい。ちゃんと選ばれた結果、私の家に届いたチョコさんなので。食べれない、どうしよう。愛が強い、かわいい、ありがとう。選ばれたのは山崎でした。 おもろい。ねえ、嬉しい。おうちゃん、ありがとう。嬉しい、ありがとう。こちらこそ幸せ、ありがとう。ぜひ、じゃあ今回の選抜の曲とかいろいろ聴いていただけると。で、ちゃんと当たるのすごくない？本当に。やばくない？朝から湧いたよね、届いた時。当たってしまった。マジで、本当に。やばいでしょ。大騒ぎだったもん、マジで。ウィバースで元気に朝からお話ししちゃったもんね。だってね、小田さんからね、バレンタインにもらったのまだ食べてないの。面白いでしょ？笑って。11月までいけるから。うん。マジで。あと、もう絶対食べた方がいいんだけど、なんだっけな。どこだっけ、小田さんからお土産もらったんですけど、それもまだ食べてないの。やばいでしょ、食べてほしいよね。自分でも怖いもん、さすがに食べないと。違う、宇宙食は一旦置いといていけるから。宇宙食はほっといて、マジでいけるから。違うのよ、もう一個の方は食べた方がいいと思う。もう終わってんのかな。早く食べてよ、それな。
宇宙食はね、いけるから。だって11月までだから。え、わかる？推しからもらったの食べれないよね。わかる？それな。タイミング失ってん。それなの。だって食べれないじゃん。永遠に、正直言って。いや、みんなは食べれますか？推しからもらった食べ物を。食べれなくない？食べれません。そう、もう一個あんの。キーホルダーと一緒にもらった、なんか食べ物があるんさ。それまだ食べてないの。いや、でしょ？私から、ね？もらったの食べれないでしょ？そういうことさ。なんで？ あ、ありがたくいただいちゃうのも大事ですよ。大事。あ、取り入れるのも大事ですからね。東京タワーのお菓子もありますよ。本当？それは大事にしてくれてありがとう。見れました。食べれないさ。わかるよ。永久保存だよね。それな。取り入れるってやめてくれる？ 失礼しました。ごめんなさいね。ごめんなさいね。おうちゃん、ありがとう。嬉しい。くまちゃん。そうなんですよ。あ、今度は夢の国行きたいよね。わかる？それな。夢の国で遠足したら絶対楽しいで。ね、楽しいよね。みんな取り入れるにめっちゃ笑ってる。そんなこと言わ、だって、ねえ。冷凍して保存します。面白い。それは大切ですね。そうなの。新しいところに行きたいのよ。エリアに。めっちゃ人気だからさ。まだ行けないな。夢の国に行きたいな。ね、行きたいよね、新エリア。わかるわかる。行った？もう。そう、でも行ってもね、あれだから入れる保証ないからね。混んでるよね。今崎はどちらかというとランド派なんだけど、でも C にも行きたい。雪音はほぼ夢の国に住んでると一緒ね、一緒だから。雪ちゃんは本当にそのくらい本当に夢の国を愛してるので。行きたいなぁ。行きたいねー。夢の国に行きたいねー。ねゆきちゃん、レゴ行ってたね。マジかわいい。あ、これ、アップティーじゃない。いいじゃない。いけてない？んて素敵な夢のことを語ってる人がいるわね。素敵。そんなのただの夢じゃないですか。でもね、夢は大きくね、持っときましょう。そんな。ダメですよ。そんなね、素敵な夢はね。ダメです。でも、いい夢ですよ。そういうの、マジで。
かわいい、ありがとう。そう。やめなさい。チビたち、チビたち、夢を語るんじゃない。元気なオタクが騒いじゃうでしょ、本当に。今はね、休みとかはなくて、ドラマとか、ツアーがあるからさ、ツアーの、今からね、今から始まるけど、毎日ね。でも、推しと夢の国とか遊びに行ってしまったら、多分、もう幸せすぎて、もう、何もできないと思う。わかる？わかる？本当に、本当にやめてほしい。そう、今はね、ちょっと頑張ってるから。頭がお花畑だわ、もう。ちょっと一緒に 本当に面白いね。うんと、私と夢の国に行きたいと。本当かい？みんな。本当かい？17、18、19で行っても大変なことになりますから。もう。まとまらないって。もう。元気すぎてまとまらないって。もうね、行ったところでね、もうバラバラになるのが、わかるやろ。みんな、個性強いから。3人で行こうよ。やめてもらって、本当に。3人で行こう。ついてこないでもう。みんな私と行きたいの？夢の国に。本当に予定あるの？一緒にジャンボリミッキーみたいはもる。本当？私と？私と？ みんなで行こう。それはそう。もう、いっそのことはみんなで行こう。うん、それはそう。ありあり。ありあり。眠そう？ごめんね。眠そうに見える？よし。それでは。行きたい。嬉しい。ありがとう。どこしよう。やめてもらって。おやつ300円はちょっとやめてもらってもいいですか？さすがに生きていけない？うん。正直に生きていけない、300円は。それでは、ランキングを読みましょうね。それな、フードも買えない。いや、違うのよ。いや、おやつの話だからさ、もしかしたらだよ。他にさ、お土産とかでめっちゃ持っていくパターン？ワンチャン？ワンチャンね。それでは読みたいと思います。はい。17位、瀬戸内プリンちゃん、ありがとうございます。16位、大成さん、ありがとうございます。15位、おはぎさん、ありがとうございます。14位、しぐれちゃん、ありがとうございます。13位、あんじゅちゃん、ありがとうございます。12位、きつねさん、ありがとうございます。11位、ミニトマちゃん、ありがとうございます。ミニトマちゃん。10位、はやちゃん、ありがとうございます。9位、あ、出た、出た、出た。何これ、何？これ、何これ？右、長い、長いぞ。これ、どこがどう読めばいいのだ。右、長、今、か。わからない。教えて。ありがとうございます。
ちょっと教えてちょ。8位、峰松さん、ありがとうございます。7位、とひょんさん、ありがとうございます。6位、台湾のごさん、ありがとうございます。5位、アリスさん、ありがとうございます。4位、タスさん、ありがとうございます。3位、トシちゃんさん、ありがとうございます。2位、ウラッチさん、ありがとうございます。そして1位、ワヒーくんです。ありがとうございます。パチ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 。パチ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 。わからのパチ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 。パチパチパチ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。みんなありがとう。楽しかった。嬉しい。よかった。楽しんでもらえて。全然です。なかなかね、多分、配信ができないから。今日。全然よ。ありがとう、むしろ。全然。めっちゃ耳がバサバサしちゃってごめんね。癒された？ありがとう。嬉しい、ついてもらえて。よかった、やって。あ、そうなんですね。元気になれた、よかった。それならよかったよ。嬉しい、ありがとう。ラブだよ。明日からもみんなで頑張ろうね。うんうん、私も頑張る。じゃあスクショタイムということで。ね、乗れない？寝落ちしないようにしようね。私終わったらすぐ風呂入るから一緒に頑張ろう、マジで。寝落ちちゃうから。だからそういつもさ、もう最近ごめんね、ごめんねさ、なんだっけ、なんかもうパカンじゃん、もうあれがもういいの、もうお友達になっちゃって、本当にもうごめんねって、本当にお肌ごめんねって感じ、マジで。毎日寝てごめん。かわち嬉しい、かわち嬉しい。カナピー、カナピーよー。いや、パックは友達と、パック友達なの。てかトリエの0番が欲しい。明日買いに行けたら買いに行く、絶対に。絶対に買いに来るかな、買いに行く。てか今日ロイヤルパーティーの服買った、嬉しい。カワピー、ウレピー、ありがとう。ロイヤルパーティーの服買ったの、かわいいやつ。本当はね、お姉さんっぽいね、なんか服とかワンピースとかね、ロイヤルパーティーで買えないなと思ってたんだけど、ちょっと悩んだけど、やめちゃった。またいつか買う。その代わりダズリンで違うの買った。お洋服ってさ、幸せを感じるから買っちゃうよね。買っちゃうよねー。さあ見て、これも可愛い服。見えない？見えない？キャーン。ジャンジャンジャーン。マシャリアドずっと見てて、奥中コメントが怖いのよ。いやー、ずっと見てたよ。ありがとう、嬉しい。でもいっぱいスクショした？よかった、してくれて。ソータツリンを買った、今日アクセサリーと、そう、ブレスレットとワンピースを1個だけ買いました。それだけです。ちゃんと止めました、そこで。
2個で止めました。ワイヤーでももともと買いに行く予定だったから。違う違う、ロイヤルパーティーってお洋服の店ね、パーティーに行ってるわけじゃないのさね。やばい、私さ本当にさ、ね、そう鈴木ひとみちゃん、もうひとみひーちゃん、ひとみさんが着てたやつ絶対に買いたい、でも欲しい、でも買いに、やめなさい、もう本当に買いすぎ、でも欲しい、いいよねあれ、可愛いよね、そうなの、コーラね、コーラなんだこれ、そうなんかね、私にぴったりだと思ったのかな、そうダズリンも行ったよ、ロイヤルパーティーとダズリン見てきたよ、そう、ゆいさん、かわいすぎて、もう、全部、ね、見てると、なんか、インスタ買いたくなっちゃうね。危ない。すぐに買いたくなっちゃうよ。そうなんです。おしゃれ。危ないね。そう、あ、そうだ。エブリンも見てきた、今日。マホピョンさん、見てきたよ。かわいすぎた。最高。やっぱエブリンって最高だよね。私、本当に大好きなんだ。エブリンが。大好きで。だから、ドラマ終わったら、そう、エブリン買いたいなと思ってるけど、変えたらいいなって感じ。わかる、エブリンのバッグ本当に可愛い。今日見たもん。今日見た、見たの。今日エブリンのバッグ見た。服とかバッグとかアクセサリーとか全部見てきた。もう本当可愛くて、本当に可愛いってなった。ねえね、いつかねそういうモデルさんできたらいいよね。それもなんか一つの夢にしたいなって思ってる私。いろいろと頑張るね。ねえ、わかるわかる。かわいいのばっか。ありがとね、たくさんお話ししてくれて嬉しかったよ。イヤリングね、そうそう。まだ開けてないから。いいね。ありがとう。いろいろと夢があるけど、少しずつみんなで叶えていこうね。楽しかった？嬉しい。そう言ってもらえて。私も楽しかった。久しぶりにできてよかった。またね、ドラマ終わったりして、安定、まあ、ツアーとかでは忙しくなるかもと思うけど、でもドラマよりは多分大丈夫だと思ってるから。まあ、新曲もいろいろあるだろうけど。あと安定したら、また配信する。ね。待ってて、楽しかった。ありがとう。私も楽しかった。おやすみ、みんな。私は絶対にお風呂に今日は入るからね。ありがとう。おやすみなさーい。